ないと上がっていかないから、いつも暗いのでばっかり止めたらそれで上って上がらないんで、毎回少しずつ高くなっていかないと。最初は怖くてもそのうちに慣れてその高さだったら大丈夫ってなっていくんで、こっちはなんか地元になることだったら食べてもらってないとか言ってるけどおばあちゃんみたいな Thank you.
フィニッシュ最後チェックでシシッと止めなあかんからさ、あの、その時手ついたらあかんから、まっすぐピッと。こう降りてきて、膝だけコーンと抜くんやん。体もまっすぐのままでこう降りてきて、で、ベッドにシッと立って、ベッド跳ね上がってくるでしょ。で、それをこの膝ポンと上げるんで、こうやって立ってくる。そしたら、腰より上は動かない。ポンとこう、膝の力抜いて、やると。まあ、なんかもう、前にぐちゃっと取れてるよ。じゃなくて、それだと下手すると、あの上がってきた膝で顔蹴っちゃうから。練習しとかないと見てるだけでは分からない。そんなに遠くはない。難しくはないけど練習はしとかないと。